おつかまちゃんです。イキイキ行列のできるフランチャイズハブのゴリピーです。今回はですね、実際に10月度の基本研修に潜入しまして、研修受けてみて今どうなのなんていうところをですね、研修参加の研修生にお話伺っていきたいと思います。ということで1人目、森岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今実際研修7日間受けていただいているんですけれども、どういったところが難しいと感じますか？やはりですね、普段の清掃とかとは見る視点であったりとか、求められているクオリティっていうのがやはり全然違いますので、私もともとそんな清掃とか得意な方ではなかったんですけれどもさらに深掘りしていかなきゃいけないっていう点と、友人物件とかの研修とかをさせていただいた時とかは、サービス業として周囲の方への気配りであったり目配りであったりとか、やはりそういうところはですね、非常に高いレベルで求められることだと思いますので、そこは非常に難しいなと感じました。なるほど。実際授業を受けてる中で、研修受ける前と今とでなんか進歩したなと感じるところなんかありますか？お客様とですね、コミュニケーションを取る際の、引き出しっていうんですかね、そういうところは非常に講義を受けていく中で蓄積されていったと思っております。その引き出しっていうのは話し方であったり内容であったりみたいなところですかね？そうですね、話の内容もそうですし、こういう内容をいただいてイエスノーだけではなくて、さらにプロとしてどのようなご提案をお客様にして、お客様に喜んでいただけるかっていうような、そのような内容も含めてとなってます。なるほど、ありがとうございます。実際未経験の業界から清掃というところに来られたんですけど、研修受けてみてこのまま現場出れそうですか？大丈夫だと思います思った以上にですね、しっかりと研修させていただいているということもありますし、先輩オーナーについていただいて現場の研修もさせていただいておりますので、しっかりとそこでいただいたことを自分の中で真摯に受け止めていけば大丈夫だと思っておりますなるほど、ありがとうございます。研修頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。では2人目の方にお話を伺いたいと思います。国沢さん、お願いします。お願いします。今研修受けていただいているんですけど、実際受けてみていかがですか？日頃意識してないことに深い世界があって、とても難しいんですけれども楽しみながら受けさせていただいてます。ありがとうございます。自分でやってていうのもなんですけど、実際受けてみてどういったところが難しいと思います？第一に感じたのはポリッシャーのかけ方ですね。思うようにいかなかったりとか。今でどれぐらいポリッシャーって触ってますか？1時間触ったか触ってないかっていうぐらいなんですけれども、まだ全然うまくいかなくてそうですね、ここは経験積みながらっていうところですね。ありがとうございます。ちなみに研修を受けてみて、自分の中でここは進歩したなと感じるようなところってありますか？清掃した際の後確認だったりとか、あとは清掃の手順だったりとかをすごい意識してするようになって、成長できた面じゃないかなっていうふうには感じてます。なるほど、作業後の確認というところですね。今までちなみに家でお掃除とかってされてました？はい、ただ確認といった確認をすることもなく、作業手順なども考えることもなく、目立ったとこから清掃を始めるといった感じだったのでそれはすごい大きな気づきだったかなっていうふうに思います。ありがとうございます。今未経験からこの業界来られて、実際この研修を受けて現場に出れそうですか？はいその悩んだところはちなみにまだわからないことばかりなので、一つ一つ覚えながらになっていくとは思うんですけれども、一日も早く現場で慣れて仕事をこなしていきたいなって思ってます。ありがとうございます。はい、ということで国沢さんからお話をいただきました。国沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ、大吉カバールの加盟オーナー大募集中です。興味のある方は概要欄から来てください。では続いての方にお話を伺いたいと思います。岡田さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、実際研修受けてみて難しいなと感じるところってありますか？今まで経験してきてないということで、清掃道具を扱うのが全く扱えてないなというふうに思いますね。実際研修で使う道具を自宅とか他のところで触ったことってありました？ほぼないですね。ダスターですか、そういうタオル類で拭くっていうようなことはあったんですけど、それ以外では見たことはあるけども、何か触る機会っていうのは今までなかったんで。そうですよね。糸モップもフラットモップも触らないですもんね。そうですねはいありがとうございます。実際研修受けてみて今7日目なんですけど、研修を受ける前の自分と今の自分で何か進歩したなと感じるところってありますか？回数をこなすことで、機材に関しても徐々に扱いができるようになってきてはいるかなというふうには思います。道具や機材の扱いがうまくなってるっていうのはちょっと言い過ぎりではあるんですけど、こうやって回数を重ねていくことで上達していくのかなと、もう数をこなすしかないなというふうに思ってます。ありがとうございます。じゃあ実際まあ研修受けてる中で、要はこう未経験から加盟いただいてるわけじゃないですか。しっかりデビューできそうですか？そうですね、この状態で今現場に出てどうかと言われても、現場に出たことがないんでわからないんですけど、しっかりと機材を使ったりとか作業の工程を覚えたりとかっていうことをこなしていけば、先輩オーナーさんと同じようにこなしていけるんではないかというふうに思ってます。ありがとうございます。ということで岡田さんにお話を伺いました。岡田さんありがとうございます。ありがとうございます。では続いての方にお話を伺いたいと思います。田口さんお願いします。お願いします。実際研修受けてみて難しいと感じるところってありますか？今まで手にしたことなかった薬品の名前と用途を覚えることですね。なるほど。結構そういう道具とか用途って多かったですか？思ったより多かったです。まあそうですよね。今この後ろに映ってるの全部ですもんね。この数を覚えようと思ったら結構大変ですよね。じゃあ受けてる中で、まあ、今7日目になるんですけど、はい、研修受ける前の自分と今の自分比べて、なんかこういうとこ進歩したなーっていうところありますか？ちょっと知識が増えて、お客様のことを考えてやろうという責任が生まれてきました。なるほど。お客様のためにというふうな考え方ができてきたと、はい、ありがとうございます。じゃあまあ最後の質問になるんですけど、未経験からこの清掃業界に来ていただいているわけなんですが、研修受けてみてやっていけそうですか？思ったよりやっていきやすいのかなとはすごい感じました。それってどういうところからそう感じます？難しいとは思うんですけれども、何かをしてあげようっていう気持ちの方が強くて、そこから行動がしていけるところかなと思います。なるほど。人のためにみたいなところがこう考えれるようになってくると、はい、ありがとうございます。田口さんありがとうございます。今回は研修を実際受けていただいている研修生の方に、研修受けてみてどうですかという話を伺っていきました。今回の動画を見ていただいて参考になったなという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回もゴリピーがお送りいたしました。ありがとうございました。